はい、じゃあ子育てでこんなことが起きる後編でございます。後編ね、そうですね、入浴後おむつを履かせる前に脱走、キッチンで排便って書いてますね。うん、これも特別なことじゃなくて起きることなんで、そうならないようにもう事前の暮らしの準備ですよね。うん、私の場合で恐縮なんですけども、家のレイアウトは子供の進捗によって数ヶ月単位で変えてますよね。そうすることによって、まあ、子供がね、余計なことに好奇心を持ってそこで怪我をしたりとか危険な目にあったりとか、間違えたものを覚えたりとかね、誤飲とかね、誤食したりしないとか、要するに何かものを口に入れてしまうのは子供の特性なんで、口に入れても大丈夫なものはあえて置いとくとか、口に入れてやばいものはもう一切目に触れないようにしておくとか、そういう暮らしをしておくとかね、場合によっては自分の趣味とか思考を全てね封印して一定期間やらないってことによって、最初からトラブルが起きない環境を作っておくってことにしておくと、結局トータルでそういったものに引っ張られないんで、余裕を持って暮らしができるし子育てもできるってことになるんですよね。だからあれですよね、会社を私の場合は経営してたってところもあったり、店舗を持ってるところもあって、育児室ってのを何回も作ってきたんですよ。じゃあ育児室にね、ボタン電池置いときますかってことなんですよ。ね、置いとかないでしょ。育児室にドライバー置いときますかって置いとかないんですよ。でも職場には置きますよ。でもその代わり育児室に行かせるようなちっちゃいお子さんを職場には連れてこないですよね。入れないような状態にしておきますよね。そういうことによってやっぱり子供の世界、1歳2歳が過ごすべき世界と、いわゆる私たちが過ごす仕事の場とかプライベートの場っていうのを分けないと、知らずにお酒を飲んじゃったみたいなことも起きるわけですよね。あとゴミ袋を頭からかぶって窒息死みたいなこともありますけども、でそういうふうなことが起きないような状態を作っておいて、その中にお子さんの世界をこう展開しておくってことじゃないかなと思うんですよ。やっぱね、ポチッと勘違いしてボタンを押したら核戦争のなんかミサイルだったみたいなことが起きないようにしておくっていう規模ですからね。まあ例えとしてはあんまり適当じゃないですけども、多分お風呂の水を飲もうとするということですよね。お風呂の水ね、これ飲んじゃうんですよね。お腹壊すと思いますそうですね、だからこれはね、お風呂の水飲んじゃダメっていうことではなくって、まあお風呂の水をね、あえてね、苦いものにしておくっていう工夫があります。つまりは石鹸やシャンプーを溶かしておいてくださいって私は思いますね。そうするとね、口に含むと苦いんでベッて吐くんですよ。そうすることによってお風呂の水は苦いから飲まないとこう、でも水道から出てるのは別にそうじゃないなってことで、飲むべき水と飲まない水ってのを体で覚えていくんですよ。まあこれはね、私のちょっと乱暴な工夫の一つだったと思いますけども、まあそういうふうにしてね、もしかして飲んじゃいけないものを飲むってことも十分ありえますし、それこそちょっと前のリストでもありましたけども、化粧水を塗るみたいなことがあったでしょ。化粧水を口に入れないけどマシですよね。化粧水を飲んじゃったみたいなことになったら、それこそ取り返しがつかないんで、やっぱこう危なっかしいものは危なっかしいようなね、見栄えにしておくとか、そういった軽い体験をさせておくってこともあるのかなと思いますね。で、うがいの水を下ではなく前へ吐き出そうとする、これね、実はうちの子もあって、ストローでジュースを飲むの時にね、まだ1歳の頃ってストローで水を吸うようになったんだけども、吸い切れないのがその顎から落ちて服全体を濡らしちゃったってことが結構あったんですよ。そこで私は思ったんですけども、屋内ではストロー水は飲ませないでおこうと思ったんですよ。その代わりどこで何をやるかっていうと、公園とかね、広場とかね、それこそ私がよく言う墓地の方では地面が多少汚れても大丈夫なんで、そういうところでスポーツドリンクをストローで飲ませるようにしましたね。そうすると色がつかないのと、あと糖質でベタベタするんですけども、とりあえず掃除の手間がないんですよ、着替えるぐらいでね。でそういうところでストローで何かをするっていう練習をいっぱいしておくとか、まあ、私がその後やったのはお風呂でね、ストロー付きのジュースを一定期間毎日飲ませるようにしましたね。そうするとストローで吸うことだんだん上手になってきて、で紙パックのものが全部飲めるようになったら外でも飲めるようになったってことじゃないですか。まあそっからですよね。だからそういうふうになんかそれが起きても大丈夫なような状況でどんどん練習させるような環境を作っておくってことは、親がこれできることなんでやればいいんじゃないかなと思いますよね。やっぱ適当にね、はいジュースって渡したら、それはね、扱えない時とか、あと好奇心に駆られてこれやったらどうなるんだろうって方でビッて吐いたりしますからね。だから練習の場所と実践の場所っていうのを分けていかないといけないだろうなってところがありますね。次、絵本を破る。破ってもらってください、これは。そんな無限に破らないですから。絵本っていうのは子供にとって読むものであり、
見るものであって聞くものであって破るものなんですよ、うん、破ったらどうなるかってことが分かればね、あのうちでも散々パで破りましたけど、破らない時期が来ますから。だって破ったら面白くなくなってくるんで、なんか破ったところから次開けた時スタートでしょ。じゃあ破らない方がいいかなってだんだん覚えてきますし、破ることも飽きてくるんですよ。ただ破る素振りを見せるために止めると、本当に破ったらどうなるんだろうっていうのがフラストレーションがずっと解消されないんで、これ長引くんですよ。だから早く破らせてあげて、早く飽きさせてあげることですよね。破ってもしょうがねえやって覚えたらもう破らないですから。それから子供に与える絵本なんてね、それからなくなって惜しいもんじゃないでしょ。で多分ね、読んでない本が溢れてるはずなんですよ。今安いですしね。子供の絵本が子供を破ったぐらいでどうとも思わないことじゃないですかね。それがね、自分のね仕事に使ってるものとか英語の授業とか破られたんだったらちょっとね、あーって慌てるの分かりますけども、子供の本興味ないでしょ。子供の本読みたいですかってことですよね。自分がどうでもいいものを破られたところでいいじゃないですか、それだって。でウォーターサーバーでコップから溢れるぐらい水を入れる。あ、これね、ウォーターサーバーやっぱりね、子育て中のお家に置いとくのはあんまり得策じゃないですよね。とにかくあのスタンド型のやつは良くないんで、卓上型のやつをお勧めしたいですね。あとは、ね、やっぱりカバーをかけておくことじゃないですか。布巾をかけておくとかね。ウォーターサーバーの、蛇口っていうかね、ボタンのところが見えないようにしておくことによって、もう最初からそういうトラブルが起きないってことになりますよね。それがいい方法じゃないかなとも思います。まあ、うちはないですけども。で、おもつ用の名前スタンプ入り、インク漏れ。インクとか、それから、テプラのテープとかを、じゃんじゃん出しちゃったりとかするんですよ。うん。確かにね、もったいないって気持ちはありますけども、単価考えてみてくださいと。取るに足りない金額なんで、それは子供にかける教育費だと思ってやらせてあげればいいと思いますよ。すぐにやんなくなるんで、飽きて。だからそれを止めると、ずっとね、その好奇心が、満たされないままなんで、いつやるかどうかわかんないって状態が常に続くんですよ。一日やらしていったらもうね、二度とやんないぐらい飽きますから。うん、それでね、数百円とかでしょ。最もランニングコストがいいのは、多分お金よりも時間がいつも取られるとか、意識をそこにいつも向けておかないといけないってことだと思うんですよ。もう今やね、うちはテプラを渡しても、でも興味持たないで、またいで通るんで、ああ、なんかテープ一本無駄にしたけども、それで、十分な無駄から有益を取ったなと思いますけどね。はい、次、会計前の商品を開けようとする。これ、ね、店に行ってね、そういうことがありますよね。うん。まあ、これもね、別にない話じゃないんですよね。これ、未だにあるな。で、実際箱を開けて買い取る羽目になったことがある。これはだから、付き合ってあげればいいんじゃないですかね。子供が何かに興味を持って箱をベリッと壊しちゃった。で、買い取る羽目になったと。うん。まあ、そういうもんなんで。買い物にね、一緒に行くこと、私も多かったですけども、ベビーカーにね、乗らなくなっちゃって、自分の足で歩くようになるわけですよ。そしたら、周りにいろんな商品がいっぱいあるから、欲しいものとかね、食べたいものとか見つけるんですよね。うん、まあ、それによってね、お店の人がね、本気で怒るってことないと思いますよ。うん、だから、せいぜい買い取って終わりでしょ。じゃあね、5万10万買い取るんですかって話ですよ。それはやっぱ子育ての費用の一部としてそういうのも見ておけばいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そもそも子供と一緒にいる行く環境って限られてるんで、まさかルイ・ヴィトンとか行かないでしょ。せいぜいスーパーとかドラッグストアとか単価がなんか何十円とか行って何百円のものなんですよ。あんまりそこをね、目くじら立てて行く必要ないかな。確かに何百円とかでも痛いと思うんですけども、トータルで子供にかけるコストおよそ1億円ですよ。安くても5000万、大した誤差ですよね、それはね。で、1歳か2歳のたった色の一時期に好奇心からなんかね、スーパーのものを壊しちゃったとか、お刺身に穴開けちゃった、買い取って終わりですよ。そのぐらいの子育ての余裕を持っとってもいいんじゃないかなと思いますし、でそれを覚悟して一緒に買い物に行くってことだと思います。ただしですよ、ここまで言っといてあれですけども、大抵はね、お母さんが一人で子供の手を引いて買い物行くと思うんですよ。で、やっぱり早く終わらせないといけなかったりとか、他のこともいろいろある中で、そういった子供がスーパーにね、行って商品壊しちゃったとかなんとかね、もういろんな感情が起きることが分かります。だからそこはね、申し訳ないけど、旦那さんがね、仕事から帰ってきて夜9時か10時ぐらいに、今日ね、うちの子がこんなことあってほんと困ったのっていうのを、そっかそっか、一緒に入れたらなそんなことないんだけど、今度じゃあ日曜日にさ、俺休みだから一緒に行こうよ、その時大丈夫だよみたいな感じでね、やってあげるといいんじゃないかなと思います。だからやっぱりお母さんがね、
子供の手を引いて買い物に行くのってむちゃくちゃ大変なんですよ。特にお米とかペットボトルの水とかあってもう片手塞がるわけじゃないですか。わかるなと思いますよ。特に車がない方とか、あの徒歩とか自転車で行くわけでしょ。そこにプラス子供がいるとなると安全にも配慮しないといけないし、むちゃくちゃ大変だと思いますよね。だからそこはわからないでもないっていう話をしています。ですんでね、自然と今だったら通販を使うようになったりするんじゃないかなと思います。でも通販って割高じゃないですか。しかしその割高な通販の生活もずっと続くわけではないですから、とりあえず1年ですよ。1年は頑張ってね、通販の割高な商品を買うように稼いでもらえばいいんじゃないですか、旦那さんにね。1年ぐらいやれるでしょ、それは。やってください。その覚悟を持って子供を持ってください。なんせ何度も言いますけども、通販でちょっとばかりね単価が上がったところで、子供にかけるコストは安くて5000万、高くて1億ですから問題になんないですよ。そんな数千円値段が上がりましたって、まあそれもだから重要な子供にかける投資だと思うしかないんじゃないですかね。で、絵本を破る、ウォーターサーバーでここから、あとなんだろう、店内を爆走。おお、なるほどね。これありますね。これだってあれだよ、独身時代スーパーやショッピングセンターに行って突っ走る子供って多分見てきたと思うんですよ。だから予習は十分できてるんで、じゃあそのために何してきたんですかっていうことが問われてるんじゃないですか。何をするんでしょうね。これね、実はね、子供に走らないとかね、やらないっていうふうな否定語を使うとね、あまりうまくいかないんですよ。歩こうねとかね、ここで待っててねとかね、提案をするといいんですよ。こうしよう、ああしようってすると、そうするとそっちの行動に縛られていきますけども、そもそもね、あの NOT って聞かないんですよ、子供には。やらない、食べない、しない、走らない、これ何を意味してるのか全く分かんないんですよ、子供は。で、指示を出してる、しつけをしてるつもりなのは親だけなんですよ。だからね、 NOT 表現っていうのは使わないことですよね。これはね、療育、障害者支援をしてる時にも言われることなんですけども、ダメって言ってもダメが分かんないですよ。無駄って言っても無駄が分かんないですよ。それこそ面白く受け取っちゃうんで止まらないですよね。で、それをここでは食べないようにしようねとか、ここではしないようにしようねって言ってもこれ分かんないですよ。向こうでやろうねとか、ここでやろうねとかいう風にした方が分かりやすいし、すぐに行動に移してもらえるんですごく楽です。まあこれもだから事前にそういうことを知っておけば済む話なんですよね。あとね、もうちょっと書いてますね。火のついたガスコンロに近寄る。これはね、台所に一切入れないってことにしておいた方がいいです。台所はお母さんの場所とか、台所は夕方の場所とかね。だから台所は基本的に入っちゃいけないもんだよっていうふうに、まずは教えておくことですよね。で、ある一定の年齢が来たら入ってもいいよっていうふうにしておく。まあそういうふうなルールを作っておいて、最初から1歳2歳の子供は分からないと思いますけど、場合によってはね、敷居をつけておくとか、網を張っておくとかね、入れない環境を作っておくこと。そうするともう入ることはなくなってくるんですよ。もちろん好奇心はなくなりませんから、たまにはね、台所を触らせてあげるようなこともしてもいいと思います。だから、例えば一定の時間をとって台所で遊ぼうみたいなことをしておいてね、それ以外の時は台所は入らないよっていうふうにしておくと、メリハリついて子供をね、まあ、あの時に台所を触れるからその時まで待っておこうっていうふうに、養われていきますんで、だからそういうふうなね、子供にすり込んでおくっていうことを知れないとね、例えばハイハイをしてる時ぐらいからやっていくわけですよ。で、そうすると自分の行動範囲を覚えていきますんで、で、自由にやっていいところはここだとかね、自由にできないところはここだっていうふうに覚えていけば混乱もしませんので、ちゃんと使い分けていけると思いますよ。で、台所、皿を取り出して落として割る。なるほど、これまでの推定累計被害額3000円、面白いですね。ね、3000円ぐらいでね、子供がね、ああよかったってなったら、まあいいもんですよね。まあ実はね、私もね、結構ね、割られたものがあったりするんですけども、でも割るとやっぱりびっくりするんですよ、自分自身が。だからやらなくなりますね。で、あとプラスチックとかアクリルのものを使って割れないような工夫っていうのは、そういうふうなね、授乳期とか乳幼児期にはしておくもんだと思いますんで、怪我の問題とか衛生の問題がありますんで、だから何でも陶器っていうのも親の常識なんですよ。で、そもそも一番皿を割ってるのは親であるあなただと思いますよ。独身時代も割ってきたでしょ。累計総額いくらですかって話ですよ。うっかり滑らしたりとかね、洗ってる年にひびが入ったりとかするわけじゃないですか。こういった割れるものってのは、割ろうが割る前がどうせ割れてしまうと思うしかないかなと。
はい、次、自転車や車の行き交う道へ走り出そうとする。うん、まあこれはそうですよね。これね、いくつになっても人はやるんですよ。うん、交通事故でお亡くなりになる人って乳幼児のお子さんばっかりじゃないですよ。むしろそうじゃない運転者の方だったりとかね、歩行者の方だったりするわけですよ。20代30代の。そう考えていくと、まあ、子供だけはするわけじゃないんだけども、子供は特にね、守っていかないといけないですよね。そういうの分かんないんで、車の速度なんて分かる子供いないですからね。で、自転車が自分にぶつかったらどうなるかっていう想像力があるような2歳3歳っていないですからね。だから自分のお母さんって言ったら20代とか30代でしょ。その分別をじゃあ2歳3歳の子供に押し付けようとしてるのが、まあ親のなんかね、悲しさじゃないかなと思うんですよ。はい、じゃあ次、お風呂の椅子に登る。ああ危ないですよね。お風呂ね、いや、お風呂もね、多分まあお父さんとかがね入れてくれる家庭はあれですけど、お母さん一人でお風呂に入れるのは大変じゃないかなと思いますよね。だからね、まあ、コツというもんでもないんですけども、もし環境が許すんだったらですよ、お母さんが一人でお風呂に入れる時間をやっぱお父さんが作ってあげるってことが大事だと思いますよ。これすごく大事なんですよ。お母さんがお風呂で、あ、自分のこれは時間なんだと、多少長めに入っても大丈夫みたいな感じでね、お母さんが20分でも30分でも心ゆくまで長い髪を洗ったりとかね、お風呂で歌を歌ったりとかね、でちょっと余裕があるからちょっとお風呂のカビ取ろうかしらみたいな感じで、お風呂入浴中にちょっとシュッシュッシュッとやるみたいな環境をパパが作ってあげるってことなんですよ。だね、お母さんがね一人でお子さんをね、自分の子供をお風呂に入れてあげて、ほんのり良かったわって思える瞬間ってそんな長くなくって、どっちかっていうと負担で面倒くさくなってくるんですよ。だからね、できればこれはパパの領分になると思うんですけど、子供と楽しくお風呂に入れるパパと子供の時間っていうのをお父さんが作ってあげるといいんじゃないかなと思います。そうするとね、本当に楽しく子供とお風呂に入れるわけですよ。私とか1時間とか入ってますけどね、子供が出たいっていうまでいるみたいなことも、まあほら、こっちは私の生活の暮らしがちょっと特別なんで、ちょっとこれは当たらないかもしれないです。皆さん忙しいですからね、風呂に20分入れるようなお父さんあまりいないと思うんで、まあでもその分お父さんはちょっとね、お風呂に入る余裕ないかもしれないけども、まあ、女性には長く入ってもらえるような環境を整えていけばいいんじゃなかろうかと思います。で、お風呂には、まあね、間違って食べたりするものを置かないとかね。次、不意打ちの頭突き。私が唇を切って口内炎になり、1週間食事がきつかった。あ、これね、子供って急に動いたりするんで、危険なのは、子供の周りに突起物を置かないことなんですよ。顔とか手とか目に突き刺さって一生の後遺症を得ることもありますんで、で逆に子供が急に動いたことによってパパやママが持っているお箸とかね、スプーンとかが何かに突き刺さったりとか人間に突き刺さったりとかするわけですよ。だそれも十分予測できることなんで、とにかく子供の周りに突起物は置かないと。で、食事のためとかね、なんか遊びのために瞬間的に突起物を近づけないといけない時も十分警戒して、そのような持ち方をするとかね、子供の手と足をしっかりと押さえておく状態で近くに寄せるとかね、本当に急に動くんで、それはそういうもんだと思って用意しておくしかないでしょう。で、父親のお酒に口をつけようとする。まあお酒はやめてください。お酒があるとね、いいことじゃなくてトラブルしかないですから。むしろね、酒によって何かね、トラブルを起こさないようにすることはないですからね。よく言うでしょ、酒の席でって。それほどトラブルがあるんですよ、酒には。酒は、ね、ある一定の人には必要かもしれませんけども、まあ、あれじゃないですか、子育てしてるぐらいで酒やめらんねえよみたいな人とはまあね、なんだか考え直した方がいいかなってことです。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。